はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで MK16 さんですね。はい、ここで追いつきました。はい、 PB マラソンここで追いついたということで、今日のラストです。いやー、これで明日からまた通常運転に、はい、戻ります。いやー、よかった。よいしょ。はい、じゃあワンパックずつ開けていきます。ベースとルーキーとインサートを分けておきます。はい、広島ですね。シリアル、アオリフ、林さん、日ハムですね。リフですね。はい、宮西さん、坂本さん、佐藤さん、ああよいしょ、うん、大丈夫だね。マウスを指で飛ばしてしまいました。はい、佐藤さん、林さん、うん、さっきアオリフ出たね方です。はい、シリアル、柴田さん、ルーキーですね、ヤクルト、ロハスジュニア、浅村さん、楽天、はい、達さん、倉沢さん、相沢さんか、相沢さんねシリアルがまだ2枚ですねと思ったら3枚目が来ました。はい、京田さん、99は来ましたね。ロッテの池田さん、はい、ここで46ぐらいは出てほしいですね。伊藤くん、外さん、あ、シリアル来ました、日ハム、あ、佐々木くん、はい、加藤さん、これで 5? いったのかな、うん、5。あともう1枚は欲しいな。5で終わりたくないな。お5尻。はい。ベイスターズの5尻来ました。大貫さん、投手。赤リフだ。これの赤はかっこいいっすよね。おー。はい。かっこいいっす。全体的にファイヤーしております。これは結構
ここ20何人ですよね。22か、これ。番号。23、4人はいるんじゃないかなと思いますけどね。パワーダイナミックの、あ、3より出にくい。サイン、まあ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 、5477対1。はい、ですね。まあ、うん。いいっすよ。ご指示ですから。よいしょ。まあ、でもサインもなんか松井さんばっかなんだよな。お客さんも。松井さん聞いたんだけど、イチローさん見てないな。まあ、サイニングの費用がね、だいぶ上がっちゃったので、その影響もあるんですかね、っていうのはちょっと言いましたけど、通常は近藤さんです、日ハム。さっきのは赤リフですので。はい。浅間さん、はい。で、最後です。5000。5000対1か。はい、日ハム。ビッグボスで締めました。まあ、今年限り。まあ、もうね、シーズン終わりましたけど。はい、合計で何枚出たかな ?3、4、5、6、7 だ。ああまあ。やっぱりこれはシリアルたくさん出た方がいいでしょう系ですよね。完全に。はい、3、4、5、6。で、赤リフの7となりました。うん。はい、5の5です。はい、ということでね、こちらで、発送は明日になります。ポケトリよろしくお願いいたします。ありがとうございました。